こんにちは、速稼塾の久保です。新しく岸田総理になってしばらく経ちますけども、まだね、1年2年と経ったわけではありません。ですんで、今の時点で岸田総理が何かができなくても、たとえね、就任前の、公約が果たされなくても、そんなに落ち込むことはないと思いますし、批判をするには当たらないと思います。やっぱりね、総理って自分の意思で何でも決めれるわけではなくて、いろんな方とのバランス調整が必要なんですよ。そもそもたくさんの省庁からの要求とかね、議員さんの要求、それから国民、いろんな地方からいろんな階層の人が、いろんな年代の方が、それこそね、相反する矛盾のある提案をしてくるんですよ。ですんでね、ある人に忖度すればこちらを無視してると言われ、ある人の政策を重きを置けばある人の政策をないがしろにすると言われ、非常に難しいバランスの中で、まずはこっち、次はそっち、そしてこっちっていうふうに順番にやっていくことだと思うんですよ。で、今回ね、成長戦略会議といって分厚い中間層を作るというふうなね、そんなテーマがありますけども、これにはね、国民の協力も必要だと私は解釈しています。そもそも二極化というものが叫ばれて長いんですけども、いや、二極化ってね、そんなに悪いものかなと思ってしまうんですよ。で、私は二極化があるからこそ、その二極化ってものがあるからこそ、今のように這い上がれたと思ってるんですよね。みんなが同じような分厚い中間層でもともといたら、どうやって誰から何を学ぶんだと思っちゃうんですよ。それこそ高度経済成長の、大量生産、大量消費、みんなが同じことをして、なんであなたはみんなと同じようにできないのみたいな世界になっちゃうんですよね。で、二極化がなんでね、私はね、そんなに悪いもんじゃないかなと思うってことは、私もともと、二極化の中のね、下の方にいたわけですよ。今も別に上の方にいるということではないんですけども、分厚い中間層にはいるのかなと思ってるんですよね。それは、麻雀店をずっと経営しながら、ずっと赤字だったわけですよ。で、人間関係もそんなに広がっていかないし、日々の時間っていうのも、勤務時間が16時間ありましたんでね、もう本当に行き詰まってました。で、経営といえば見栄えいいんですけども、経費ってのが売り上げを上回っていたんで、毎月100万円ぐらいの赤字が出てたんですよね。こうやって時間もなければお金もないみたいな人生が30代埋め尽くして、それから先の40代50代っていうふうに進んでいくのかなと。いや、いつかこの店はそんなに遠くない将来に潰れて、私は路頭に迷うだろうなと。炊き出しとかね、ホームレス、こういったものも頭をよぎりましたし、私は広島にいたんで、代々木公園で年越し派遣村みたいなのにもとてもじゃないけど参加できなかったんですよね。いよいよ自分の人生、もうすぐどん詰まりだなと思ったところに、二極化の高いところに行く人の、教育ってものに気がついたんですよ。だから二極化があるってことは、自分が底辺にいても天井にいる人もいるんですよね。じゃあその人から学ぶことによって自分を引き上げることができるなっていうふうに私は思ったんですよね。ですんで、自分の内側を鍛えることによって稼げる自分とかね、人の心がいたわれる自分とかね、で、自分のことを大切にできる自分とか、家族を意識する自分とか、こういったものを構築していきました。根底にあるのは、まずね、最低限稼げることだと私は思いました。やっぱり高校生のアルバイトの時に、月に10万円ぐらい私は稼いだ記憶があるんですけども、今30代も後半になって毎日働いているのに金が稼げないってなんだこれはと思ったんですよ。通常お金を稼ぐスキルっていうのは上がっていくはずなんですけども、私の場合は10代の頃に比べて全然稼げなくなっているっていうかね、時間を使ってマイナスになっているというね、とんでもない状況に入っちゃったわけなんですよ。ですんで、経営者としても学びが足りなかったし、ビジネスに対しても全然舐めていたし、そもそもお金に関してね、無知すぎたなと思って、お金持ちのお金に関わる扱い方っていうのを学ぶことにしたんですよ。そうすると、自分の人生を金銭的に、時間的に、そして精神的に引き上げることができて、今に至るわけなんですけどね。で、そうなった時に、成長戦略会議、まさに成長戦略なんですよ。成長は誰がするの？国が成長するわけではないんですよ。実はね、国民一人一人が成長するから、全体的に国が底上げされたよねと。で、国は環境整備はするんですけども、一人一人の指導をするわけではないんですよね。これは誰が総理になっても同じなんですよ。だから全員いきなりとは言いません。できる人から順番に中間層に参加していくことによって、あ、みんな中間層になれたよねと。一人ずつやっぱ引き上げてこれたよねと。まあ、ここには一つのね、例外の原則ってものがありまして、5人の人がいて、1人の優秀な人がいて、2人の普通の人がいて、2人のね、優秀じゃない人がいるとしたら、どういうふうに順番で育っていくかっていうと、まずは優秀な人、這い上がれそうな人に徹底的に集中的な教育をするんですよ。そうするとその人がすごい人になると。で、すごい人になったら、教育を施した人と2人で、今度はね、普通の人が2人いるじゃないですか。それを教育するんですよ。そうすると、すごい人が4人になるんですよね。すごい人が4人になったところで、一番最後に取り残された人を4人で集中的に教育すると、早くその人が引き上げられるっていう、こういう構図らしいんですよ。組織の中で、使える人から使っていく。そして最後に、使えない人をなんとか使えるようにしていくっていう順番は、そんなに間違いではないと思うんですよね。もちろん、使えない人っていうふうな色付けをするのは私も好きではないんですけども、現実、生産性という言葉がね、どうしても組織の中には出てくるんですよ。もちろん友人関係とか家族の中には生産性なんていらないですよ。でも企業活動するときにやっぱり生産性のいい企業が生き残っていくことを考えたら、一人一人の生産性を高めないといけないんですよね。でもそれにはムラがあるんですよ。だからできる人から順番に鍛えていくことによって、最終的に一番ちょっと伸び悩んでいた人に会社全員でね、こう手を差し伸べるっていう方法はそんなに間違いではないと思うんですよ。まあ、ですのでこれを国単位で考えると、自力でできる人に自力でやってもらって、ちょっとの手助けがある人にはちょっとの手助けを差し伸べると。そしてかなり腰の据えた抜本的な対策を取らないといけない人っていうのは一番最後になるんだけども、いろんな人がね、手を下せますよっていう形だと思うんですよね。もちろんね、そうなるとずっと置いてかれてた人が死んでしまうじゃないかみたいなこともあるわけですよ。先日もこういう事件がありました。26歳の男性がですね、お母さんに嘱託殺人を仕掛けてしまったんですよ。お母さんの、50歳のお母さんのね、頭に袋をかぶせて首を絞めて、そのまま殺してしまったということです。これはね、お母さんがね、もう生きててもしょうがないと。うちは貧乏でお金もないと。何もいいことがないと。もう殺してちょうだいと。ごめんね、辛い役割をさせてっていうことで、お願いして子供に自分を殺させたってことなんですよね。まあこれは嘱託殺人といって、本来なら重い罪に問われるところを執行猶予がついたらしいですけどもね、こういうふうなね例はこれ以上あってはいけないんですが、でもやっぱりこの例に限ってはね、生活保護制度を誰かが知らせてあげなくちゃいけなかった。菅総理も最後は生活保護があるんだよって言うんですけども、でもその生活保護制度ってなるべく知らせないようにしているところがありませんかってことなんですよ。だから現実今回のことも、生活保護なんて知らないよって人が、もう自分のお母さんを殺さないといけないぐらいのね、追い詰められ方をしてるんですよ。誰かが一人この人たちに、待てと、生活保護があるから、まずはやっていけるよってことを言えたはずなんですよ。でも、そうじゃない世の中が現実だということなんですよね。だからここはここで考えなくちゃいけない。だから、土底辺の人を置いといていいのかっていう議論にはなりますけども、残念ながらね、ちょっと手を貸せばできる人から順番にやっていくっていう流れは、私の思いとは裏腹に多分変わっていかないんじゃないかなと思うんですよ。まあいろいろと思うところあるんですけども、今回のね、成長戦略会議、新しい資本主義、これどうしていくのがいいかっていうと、多くの人がね、金持ちから取るみたいな発想になるんですけども、お金持ちからお金を取って、お金持ちが中間層に近くなってきて、中間層が分厚くなっていいんでしょうか。まあある意味ね、あるところから取れっていうのは、まあ正論なんですけども、稼ぎるようになった私から申し上げますけども、金持ちは相当自分の努力で築き上げた資産を献上してるんですよ。感覚で言うと8割ぐらいがもう社会に還元されてるんですよね。すごいことだと思いますよ。10やって8、社会のために使われていくんですよね。そこだけ見ると、もうお金持ちになりたくないなっていう気持ちがする人もわかるんですけども、でもこれ以上ね、二極化の上の人を引き下げて、その人を中間層にするっていうのは、もうちょっと限界が来てるんじゃないかなと思います。だから、中間層を分厚くするっていうのは、そういうふうに上から下ろしてきて中間層にするっていう発想もありますけども、下から底上げをして中間層を作っていく。年収200万、300万の人を500万、600万にするっていう方が、私はね、新しい資本主義なのかなと思うんですよ。もちろん、どうしてそうなるとかね、どうやったらそうできるっていうのはありますよ。ありますけども、少なくとも、せっかく這い上がった人とか、金持ちからさらにね、ぶんどるんではなくって、なんとかこれをね、下支えする方向にできないかなと思ってるんですよ。時には国債発行とか、いわゆる現金のばらまきも必要でしょ。でもそういったことによって、一歩でも二歩でも前に出てくれる人がいるんだったら、十分なお釣りが来る投資だと思うんですよね。岸田総理にはそういった、いまいちね、乗り切れてない人への手厚い支援を、そして余裕を持たせることによって、日々の生活に追われるんではなくて、前倒しでね、自分の未来を構築できるような、そんな人のお手伝いをしてもらいたいなと思ってますね。じゃあ、動画の方は下の方につけておきますので、ご覧いただければと思います。ありがとうございました。